はい、加藤ちゃんです。加藤ね、油断もしてたし、ちょっと舐めてたかなーっていうことがありましたんで、今回そのことについてお話ししていきたいと思います。ワリアリのスタートー。先日ね、これポスター貼りのお手伝いしてたんですよ。僕は車の運転で、まあ、こういうとこ行けないから、ずっと車の運転してたんですけど、で、見てくださいこれ。足場めっちゃあるじゃないですか。これにね、足取られて速攻の中にスポンと来ちゃったんですよ僕。もう一回車の中に戻ります。いやほんとね、いや綺麗にこうスポーンって仰向けで、いやもう出れない、もう一人の力だって。ほんと今日、だから、その、ポスター貼りで二人で行ってたから、もう助けてもらったもんね。もう引っ張ってもらって出して、いや、ほんと綺麗にスポッと体が入っちゃって、手はこうなってて、マジかと思って、よくさ、速攻で落ちて死ぬって、たまにニュース、最近ないけど、前会った時に、速攻でみたいな。と思ったんですけど、今回は本当水もないし仰向けだし下がいたから助けてもらったけど、これ水があってうつ伏せだったらもうマジ死ぬわと思った。溺れ死にですよね本当。いやもう足場もちゃんと確認しないといけないなと改めて今回思いました。痛い、ニキビは10代だ、吹き出物だ。本当だって肩巻きでもうバランスが悪いのにさ、より一層ああいった不安定なとこ行ったらさ、それバランス崩すよね本当。いやもうね、なんで道路にこけんのんじゃろうなっていう感じで速攻に落ちるんかなと思って、もうちょっとねびっくりしたよ僕自分で。速攻かよ、速攻の中に速攻取ってたよ。笑い事じゃないですよ、でも本当にこれって。ちょっと一歩間違えたら、本当、誰も助けてくれないままずーっとあのままいってんのかなって思うと、怖いと思って僕。やっぱりあれですね。本当、一人で歩いてるときは、本当にもう用心っていうぐらい、しつこいぐらい、確認して、その足場っていうのをこう気をつけていきたいなと、これから思いました。ということで、加藤は速攻に速攻で落ちたっていうお話でございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。